どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、セゾンアメックスクレジットカードの解約と改良解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思っております。残念ながらですね、こちらの旅行保険に強いですねセゾンカードですね、こちらはセゾンアメックスプラチナビジネス、こちらはねセゾンゴールドカードなんですけども、海外旅行保険がですね今後ね自動付帯から利用付帯にね変更されるっていうことがですね発表されましたので、こちらの解説ですね、またですねそれに伴ってだと思うんですけども、このね海外旅行保険が付帯しているカードをね保有されている方はですね最大何パーセント還元みたいなね対応も一緒にね発表されたっていう風になっておりますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧ください。それではですね、まず今回ね適用されるのはですね海外旅行保険のみね解約という風になっておりまして、こちらはねセゾンアメックスプラチナビジネスカードとプラチナカードに関してはですね国内旅行保険もね自動付帯になっているわけなんですけども、今回の発表ではですね影響ありませんので、この点はですねご安心ください。まずですね海外旅行保険がですね自動付帯から利用付帯にね変更になる日付なんですけども、2021年の7月1日よりね変更っていった形になっておりますので、今はねちょっと国際線がね利用することができませんので、今後ね海外に行かれる際ですね、今まではですねこちらのセゾンアメックスプラチナビジネスもプラチナカードもですね、またねセゾンアメックスゴールドクレジットカードに関しても自動付帯っていう風になってたわけなんですけども、7月1日以降はですね利用付帯っていう風になりますので、6月30日までですね特に何もしなくてもね保険が受けられるわけなんですけども、2021年の7月1日以降はですね保険適用されるにはですね何か決済をねする必要があるっていった感じになるんですよね。ですのでこの点はね覚えておいてください。でですね今後ね海外旅行保険をね受けるにはですねこのようなね決済が必要になります。パッケージツアー、リムジンバス、電車、飛行機ということで、まあこのリムジンバス、電車、飛行機に関してはですね出国後のですね決済でも保険適用っていった形になりますので、この点はね覚えておいてください。またですねこのような決済はね対象外っていうね記載もあるんですよね。レンタカー、タクシー、ホテル代ということで、こちらの決済にね利用したとしてもですね海外旅行保険ね適用にならないっていった形になりますので、この点はね特に注意していただきたいなっていうふうに思っておりまして、海外旅行であればですねホテル、タクシーっていうのはまあ結構ね利用する頻度ね高いかなっていうふうに思うわけなんですけども、この決済ではですね保険適用にならないっていった形になりますので、この点はね注意してください。でですね今回のねこの海外旅行保険のね解約についての対象のクレジットカードっていうのはですねすごいたくさんあるんですよね。ですので概要欄にですね公式サイトね載せておきますので、セゾンのねゴールドカード以上のねクレジットカードになるかなっていうふうに思うんですけども、そちらのクレジットカードね保有されている方はですねぜひねチェックしてください。パッと見た感じだとですねセゾンアメックスプラチナ、セゾンアメックスプラチナビジネス、またねセゾンゴールドカードもですね含まれているっていう風になりますので、おそらくですね法人カードとコーポレートカード以外はですね全てね含まれているのではないのかなという風に思っております。いやね個人的にはですねセゾンのねクレジットカードで、まあ一番上のねクレジットカードって多分セゾンアメックスプラチナカードがね最高峰のクレジットカードだと思いますので、まあこちらがね含まれているっていうのはね結構意外でねびっくりしたんですよね。まあ一番ね上のクレジットカードが今回のね解約の対象カードっていう風になっておりますので、他のカードがね対象になるのはねもうしょうがないのかなっていう風に思いますよね。ということでね保有されている方はね特にね注意してください。セゾンアメックスゴールド、セゾンアメックスプラチナ、プラチナビジネスクレジットカードに関してはですね JAL マイルをね貯めるクレジットカードとして、 JAL カードよりもですね JAL マイルが貯まるねクレジットカードということで、個人的にもね結構おすすめさせていただいているクレジットカードなんですけども、かなりね残念ですよね。
まあね、昨年からですね、アメックスのね、プロパカード系もですね、この海外旅行保険っていうのが自動付帯からね、利用付帯にね、変更されているっていう風になりますんで、まあ何かあるんですかね、ちょっとね、ここまでね、どん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 ね、海外旅行保険が自動付帯から利用付帯にね、変更されているって聞くとですね、これからもですね、こういう解約がね、あるかもしれませんよね。それでは次にですね、ちょっとね、セゾンの方に問い合わせをいたしまして、撮影をね、し直しているっていった感じになりますんで、ちょっと洋服がね、変わってるかなと思うんですけども、セゾンのクレジットカードね、保有している方はですね、セゾンポイントモールっていうね、セゾンが運営しているポイントサイトがあるわけなんですけども、そこをね、経由していただいて、お買い物をね、していただくと、永久不滅ポイントがね、貯まるっていった形になっているわけなんですけども、海外旅行保険のね、対象のクレジットカードを保有している方はですね、還元がね、受けられるっていうのはですね、同時にね発表になったんですよね。まあおそらくね、こちらは海外旅行保険がね、自動付帯から利用付帯にね変更になったのを受けてですね、この対象カードに対してですね、新たなね特典を付与したっていう感じなんですかね。で、対象カードなんですけども、種類がねかなりねあるっていった形になりますので、気になる方はですね、ぜひね公式サイトねチェックしてください。でですね、今回に関してはですね、私の動画でね結構何回かね紹介させていただいているセゾンアメックスゴールドとセゾンアメックスプラチナビジネスとプラチナ、こちらでね解説していきたいと思います。まずですね、セゾンゴールドクレジットカードなんですけども、セゾンポイントアップモール経由でですね利用していただくとポイント10倍、還元率にするとですね 5% 還元っていうのがね受けられるんですよね。こちら還元上限がですね、永久不滅ポイント6000ポイント3万円相当までっていう風になっておりまして、対象店舗なんですけども、こちらね一部なんですけども、旅行グルメ、本、ゲーム、音楽、ファッションっていう感じになっておりまして、中にはですね JAL の国内線購入であったりですね、またね JAL パックもあったりするんですよね。で、 JAL のね国内線航空券購入はですね、基本最大2倍、プラスポイント10倍ということで最大12倍がね受けられるっていった形になっておりまして、 JAL パックの方はですね基本最大3倍、プラスポイント10倍でですね最大13倍っていった感じになるんですよね。まあこちらね、永久不滅ポイントということで、永久不滅ポイントはですね1ポイント5円換算ということで、かなりね分かりづらいんですよね。こちらね、セゾンカードの方にちょっと問い合わせさせていただいた内容っていった形になっておりまして、でですね、仮にセゾンゴールドカードでセゾンポイントアップモールを経由してですね、 JAL の国内線を1万円分購入した場合のポイント付与に関してなんですけども、セゾンアメックスゴールドにはですね、まあ、有料になるわけなんですけども、セゾンマイルクラブっていうのがありますよね、まあ、こちらに未加入の場合ですね、まず未加入の場合でセゾンポイントモール経由で JAL の国内線の航空券を1万円分購入した場合のポイント付与に関してなんですけども、永久不滅ポイントが125ポイントねもらえるっていった形になるんですよね。で、永久不滅ポイントはですね、先ほども言った通り1ポイント5円換算っていう風になりますので、1万円の航空券を購入した場合ですね、625円分のねポイントがもらえるっていった形になるんですよね。またですね、セゾンマイルクラブをね加入している場合ですね、こちらは1万円分のね JAL の航空券を購入した場合ですね、115ポイントとプラス100ジャルマイルがねもらえるっていった形になるんですよね。ですので永久不滅ポイントは5円換算なので575円分プラス100ジャルマイルがねもらえるっていった形になるんですよね。永久不滅ポイントはですね、200ポイントが500ジャルマイルにね交換することができるっていった形になりますんで、還元率にすると 6% っていう風になるわけなんですけども、ジャルマイルのね還元率にすると 3.5% 還元っていう風になるんですよね。まあこちらはねセゾンマイルクラブにね加入している場合になるわけなんですけども、 3.5% 還元ってやばくないですかね。かなりすごいですよね。ですので1万円ねJAL の航空券を購入していただくとですね、350ジャルマイルがね溜まってしまうっていった形になるんですよね。かなりすごいですよね。
それでは次にですね、セゾンアメックスプラチナ、プラチナビジネスカードの場合はですね、還元上限が永久不滅ポイント1万ポイントということで、こちら5万円相当までっていう風になっておりまして、 JAL 国内線航空券購入の場合はですね、基本最大2倍プラス20倍っていう風になりまして、JAL パックの場合はですね、基本最大3倍プラス20倍っていう風になりますので、まあ、ちょっとねここら辺ねわけわかんないと思うんですけども、こちらねセゾンカードの方からですね、あのマイル付与ポイント付与ね全て計算ね確認させていただきましたので、ポイント付与だけね見ていただければなっていう風に思うわけなんですけども、セゾンアメックスプラチナ、プラチナビジネスカードでセゾンポイントモール経由で JAL 国内線をですね1万円決済した場合ですね、セゾンマイルクラブ未加入の場合はですね、永久不滅ポイント225ポイントもらえるっていう風になりまして、1ポイント5円換算で1125円分ですね。またですね、セゾンマイルクラブに加入している場合ですね、永久不滅ポイント215ポイントプラス100ジャルマイルっていう風になりますので、先ほど言った通りですね、永久不滅ポイントは200ポイント500ジャルマイルになりますので、セゾンポイントモールで JAL の国内線航空券をですね1万円決済した場合はですね、 JAL マイルの還元率ね 6% 超えなんですよね。すごいですよね。 6% ってすごくないですか。1万円決済したら600マイル貯まるんですよ。かなりすごいですよね。まあ上限はねあるものの、 JAL のね国内線の航空券ね購入する場合はですね、間違いなくですね、このセゾンアメックスゴールドプラチナビジネスカードねおすすめっていった形になりますね。これね自分で計算して、いやこんなになんのかなっていうふうに思いまして、セゾンカードの方にね問い合わさせていただいたんですけども、まあ、計算はね合っているということで、こちらの還元率ね受けられるっていった形になるんですよね。まあ元々ねセゾンアメックスゴールドもプラチナビジネスもですね、JAL マイルがね貯まるクレジットカードとしてかなり有名でねおすすめさせていただいているわけなんですけども、まあ、ここまで来るとですね本当にとんでもないですよね。でですね、このセゾンアメックスプラチナビジネスカードはですね、先ほどねセゾンマイルクラブっていうのね有料っていう話をさせていただいたんですけども、こちら確か3000円ぐらいね年間かかるわけなんですけども、プラチナとプラチナビジネスはですね、このセゾンマイルクラブね登録は必要なんですけども、料金はね年会費に含まれているっていう風になりますんで、まあこの3枚のクレジットカードね、個人的にはセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードがねおすすめっていった形になっておりまして、年間200万円ね決済していただくと、年会費がですねもともと2万円なんですけども、それが1万円っていう感じに年会費割引もね受けられるっていった形になりますので、まあこれからね発行される方はですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードはねおすすめですね。でですね、2021年5月現在ですね、セゾンアメックスプラチナビジネスプラチナカードっていうのはですね、ポイントサイトにね案件が出てないんですよね。で以前ですね、セゾンカードの方からですね個別のね URL っていうのをセゾンカードからですねいただいておりますので、こちらのね URL 概要欄に貼っておきますので、こちらからねセゾンアメックスプラチナプラチナビジネスカードね入会していただいて、入会後翌々月月末までにですね20万円ね決済していただくとですね、永久不滅ポイントね6000ポイント、こちら3万円相当のねポイントがもらえるっていう風になりますんで、こちらのポイントですね、こちらドットマネーっていうサイバーエージェントがね運営しているポイントサイトがあるわけなんですけども、こちらを経由してですね現金で受け取ればですね、2万7000円分のね現金で銀行振込ね受け取ることができるっていった形になりますので、年会費ね2万2000円ね初年度かかるわけなんですけども、こちらもねペイできてしまうっていう風になりますんで、発行希望される方はですねぜひね利用してみていただけたらなっていう風に思います。もちろんですね、この6000ポイントのね永久不滅ポイントはですね、まあ現金にもね交換することはねドットマネー経由でできますけども、もちろんね普通にねポイント交換として JAL マイルとかですね ANA マイルとか、まあその他のねポイントにも交換することができますので、まあ利用先っていうのはねご自由にね選んでいただければなというふうに思います。またですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードがね個人的にはおすすめなんですけども、こちらビジネスカードってね記載があるわけなんですけども、特にね会社員の方が発行できないとかね、そういうようなクレジットカードではありませんので、この点はねご安心ください。
いかがだったでしょうか。今回ですね、セゾンアメックスの解約と改良ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、海外旅行保険のね自動付帯が利用付帯にね変更されてしまうというのはですねちょっと残念なんですけども、このポイント倍率のアップはですね本当にねかなりすごいですね。 JAL マイルをね貯められている方で国内線ねよく利用される方であればですねかなりねおすすめっていた形になりますね。まあ今はね国際線ね利用することができないので、セゾンポイントモールにもですね国際線っていうのはねないわけなんですけども、まあもしかしたらですね国際線ね普通に利用できるようになったらですねこちらもね案件出てくるかもしれないですよね。ちょっとここはね予想ではあるわけなんですけども、まあ国内線と JAL パックがあるっていうことは国際線もねいつか入ってくるのではないのかなっていうふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。